Hello, this is Hiroshi Hayashi, City, Japan. Light rings that wear a space helmet. 後輪は宇宙ヘルメットだった。Once Albert Einstein says, imagination is more important than knowledge. 空想は知識より重要である。神々の降臨。このヨハネはですね、頭の上に、ディスク用の降臨をつけています。一方、このマドンナはですね、球体用の降臨を頭につけています。横から見てもリングに見えます。で、もう一度尋ねていますが、これはディスクなのか、それとも球体なのか。それが問題なんですね。で、今日の物語は、それについてなんです。何でもない問題かもしれませんけども、その向こうには、大きな謎が秘められています。リングなのか、球体なのか。で、仏像を調べてみますと、仏像の場合は、どれも、ディスク用の、まあ、リングになっています。まあ、降臨ですね。まさに光を放っているわけです。一方、今度は絵画で、キリスト教における絵画を調べていますと、これがよくわからないんですよね。いわゆる、ディスク用のものもあれば、球体用のものもあるわけです。もちろん正面から見ればですね、ディスク用と言いますか、円盤型に、円盤のようになっているわけですね。で、古代から、まあ、じゃあこうした降臨がなかったかというと、まだ神々がいなかったはずの時代に、ですよ、こうした降臨の描かれた壁画は、あるにはあるんですね。これはオーストラリアの壁画ですけども。まあ、他にもこれはユタ州のセゴーキャニオンというところですけどもね、これなんかも明らかにこうなってますか。球体用のヘルメットをかぶっている感じがします。そこで、まあ、考察してみますと、横から見ても球、まあ円ですね。斜め前から見ても円ということになっているわけです。まあ、こうした形を、まあ、になるのは球体しかないですね。球形の物質しかない、物体質でしかないですね。これなんかもはっきりしてますけども、まあ、横から見ても、斜め前ですよね。から見ても、みんな丸くなってるわけです。ということは球体だということになりますね。球形ということになりますね。スフィアということになるわけです。この絵はもっとはっきりしてますね。洗礼をするヨハネの頭を見ますと、やはり、円形になっています。ということは球体だということですよね。球形、球体。まあ、球体ですね。一番右の男性のは、これはもう明らかに球体ですよね。もう少し合理的に考えるならば、楕円形に描くのでしょうけどもね。そういった絵もないわけではないんですよ。後世になればなるほどなってますか。そういったその辻褄合わせと言いますか。円盤を斜めから見たような、降臨を描く絵が増えていきます。で、これもそうなんですね。フレスコ画ですけども、これなんかも、なってますか、球体ですよね。まあ、これは、厳しいかなっていうところですけど、しかし、別の謎を潜んでいます。持っています。じゃあ、仏教におけるもう一回絵画を調べてみますと、下の絵は明らかに、横、斜め、前から見てるんですけど、やっぱり円形を保っています。そして調べてみますと、絵画の方は、例外なく、円なんですよね。言い換えますと、球体だということなんです。これは、室町時代の絵なんですけども、やはり、円を、円形ですね。ならば、ディスクなのか、球体なのか。こうしたディスクなのか、それとも、球体なのか。私の結論は、球体だということなんです。
アインシュタインが言いましたね。空想は知識より重要である。確かに空想をしながらですね、新しい発見をしていくわけです。で、私は、これらの神々は、球体、あれ、球形状の何かを被っていた、すなわち、スペースヘルメットを被っていたと結論いたします。結論付けます。もう一度よく見てください。いわゆる、まあ、宇宙服の中でもですね、進化した、と言いますか、進化系の、宇宙服はこうしたようになってますか、全方向を自由に見られる、ヘルメットに、なりつつありますね。まあこれは、宇宙兄弟の、まあなんていうんですか、絵ですけども、やはり同じようなコンセプトを持ってますね。で、この絵なんか先ほどちょっと言いましたように、大変それを明確に示している絵ではないかと思います。もう一度皆さん、じっくりとご覧になってください。古代の神々は、透明の、球形のヘルメットをかぶっていた。すなわち、彼らはそれを必要としたからです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! So-called life support equipment is one which is designed to sustain life in a different atmosphere. For example,air crew members and passengers throughout the flight environment. Jesus, as well as ancient deities, were equipped with wearable life support equipment system on the earth because they needed it. They wore it because they needed it along with power assisted walking system. Hiroshi Hayashi,Hamama City, Japan. レオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているスケッチ画です。2000年前のイエスとその仲間たちということになります。向かって左にいるのが2000年前のイエスです。このイエスの顎の下に注意してください。何やら奇妙なものが描かれているのがわかります。首の周りですね。顎の下です。何かしらの装置のように見えます。二つのリングがここで重なっているように見えます。これは何かということなんですけども、ここだけでは判断できないということになります。そのイエスが1500年後のルネサンスの時代に現れました。これがそのイエスです。ベロッキオの書いたセント・ジェロームということになっています。1500年後のイエスですけども、このイエスの顎の下、首のここを見てください。奇妙な傷が残っています。穴が開いています。人間にはない穴です。そして左右に奇妙な剣があり、首の下には深い傷跡が残っています。この1500年後のイエスと、先ほどの2000年前のイエスと比較してみます。首の下、と言いますかね、顎の下に穴があり、そして右の方には、首の周りに器具らしきものをつけています。私はこのような形で、イエスは、顎の下ですね、首の周りに生命維持装置をつけていたと判断しています。そして同じような生命維持装置をつけた絵がもう一枚あります。これも右もですね、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされていますけども、この向かって右側のコーンヘッドの首を見ていただきたいと思います。顎の下に奇妙なラインがあります。これも生命維持装置ではないかと私、林宏は判断しています。そして、その横に立っているこの人物も2000年前のイエスということになりますが、やはり首の下に何かしら
奇妙な装置をつけているように見えます。はっきりはしませんが、装置をつけているように見えます。つまりこのような形で、古代の神々のみならず、イエスも、顎の下に生命維持装置をつけていたと、そのように私、林博士は判断しています。相互に比較してみると、それが何であるか浮かび上がってきます。一番左は傷跡ですね。そして生命維持装置をつけていたということになります。右上は井戸尻考古館にあります、神の土偶です。そして下がエジプトギザ高原で見つかった土偶です。やはり、顎の下に生命維持装置のようなものをつけているのがわかります。つまり、古代の神々、そしてイエスは、首の下に生命維持装置をつけていた、と判断できるのではないでしょうか。その生命維持装置と、同時に考えなくてはいけないのが、歩行補助装置です。日本の埴輪、土偶は、歩行補助装置を見つけていました。一見すると違った足に見えますが、左二つはハイヒール型、右は、短足型ということになります。縄文のヴィーナス、すなわち縄文イナンナも同じ歩行補助装置を身につけていました。仮面の女神もやはり同じ歩行補助装置をつけていました。つまり、こうした歩行補助装置なしでは、この地上を歩くことができなかったからです。一見すると違った足に見えますが、長いか短いかを勘案しますと、皆同じ歩行補助装置ということになります。違いがないという点で同じということになります。ハイヒール型なのか、あるいは短足型なのかということになります。つまりこのような形で歩行補助装置を身につけていたということになりますが、世界の神々もやはり歩行補助装置をつけていました。日本の土偶と比較してみるとそれがよくわかります。左が日本の土偶、右上がセルビアの文化で見つかった土偶です。そしてその下がバビロニア周辺で見つかっているイナンナ・イシュタールです。両方を比べていただくとわかりますように、向かって左側の足は異様に太く、そして向かって右側の、神々の足は異様に細いということです。で、これが、歩行補助装置であるというその証拠です。歩行補助装置と本来の足の間に隙間があり、その隙間からその向こうにある衣服の一部が透けて見えます。つまり、この黄色い部分が本来の足であり、向かって左側の赤い部分が歩行補助装置ということになります。ネムルートで見つかった壁画です。右は現在人間が使っている歩行補助装置です。他の神々も歩行補助装置を使っています。やはり歩行補助装置と足の間に隙間があり、その向こうの衣服が透けて見えます。つまり、歩行補助装置を身につけたイコール、こうした歩行補助装置なしでは、この地球上を歩くことができなかったということになります。一番右の神は、間の、なんとか透けて見える部分の衣服がはっきりしませんが、膝の部分が同じということで、やはり歩行補助装置と判断します。そしてこのような土偶も日本で見つかっています。つまり、下半身だけの土偶です。北海道で見つかっています。そして、八戸で見つかっている合掌土偶と言われているものです。こうして並べてみますと、この左の下半身だけの土偶は歩行補助装置であることがわかります。左下が敏感。そして足だけの土偶も見つかっています。組み合わせますと、そのコンセプトは日本の土偶と一致します。敏感で見つかっている土偶です。椅子に座っています。そして右の方が仮面の女神です。三角頭、カクンカクン型。一致します。そして耳のところには小さな穴も開いていて、そして三角の下には口のようなものも表現されています。特に注意していただきたいのがこのおへそです。盛り上がって中央に穴が開いています。これが、ですから、私は、日本で見つかった
歩行補助装置と判断しています。横並べてみますと、合掌道具と一致します。つまりこのような歩行補助装置なしでは、この地上を歩くことができなかったということです。この歩行補助装置と、冒頭でお見せしました生命維持装置ともう一度重ね合わせて考えてみます。なぜこうしたものを身につけていたか、理由は簡単です。そうしたものを必要としたのです。もう一度、このダヴィンチなる画家が描いたとされるこのスケッチ画を見てください。2000年前のイエスです。顎の下、首の周りに奇妙な装置のようなものをつけていますが、歩行補助装置をつけていたことを考え合わせますと、これは生命維持装置ということになります。つまりこのような生命維持装置を身につけていたということになります。まあ、直接首を通して体内と接続していたということになります。その痕跡がこの絵の中に残っています。顎の下、首にですね、奇妙な穴があります。あるいはその痕跡が見られます。チューブからご覧ください。傷ではなく、中にかなり深く入り込んだ穴ということになります。そしてここには奇妙なラインも見られます。この首から下はひょっとしたらスーツかもしれません。風合いが違います。そして右が2000年前のイエス、そして左が500年前のイエスということになります。その証明は別のところでしましたので、どうかそちらをご覧になってください。今日は省略させていただきます。つまり、このような形でですね、イエスは生命維持装置を身につけていたということになります。向かって右はですね、貴婦人と男というようなタイトルがついていますけども、この右の人はコーンヘッドです。顔が異様です。そしてその顎の下からはこのようなものが伸びています。生命維持装置と判断できます。この地球で生活するためには、このような生命維持装置が欠かせなかったものと思われます。それは、あの歩行補助装置とコンセプトを同じにするものです。このイエスも首の下にやはり何かしらの装置をつけているように見えます。ともかくも左2枚をの絵をしっかりと見てください。そして右下のこの人物の顎の下を見てください。こうしてつなぎ合わせますと、一番左は傷、そして右の方は生命維持装置ということになります。古代の神々はそのような装置をつけていました。井戸尻考古館に飾ってありますエイリアンの土偶です。首の下にやはり生命維持装置のようなものがついています。そして同じようなものがエジプトのギザ高原でも見つかっています。首の下に生命維持装置らしきものを見つけています。歩行補助装置と生命維持装置。どこかペアで使われていたように私、林博士は考えています。続く動画をどうかご覧になってください。バイ。The most confused you will ever get is when you try to convince your heart and spirit of something, your mind knows is a lie. Shannon L. Elder. 一番混乱するときというのはね、心の中で嘘と知っていることを自分に言って納得させるときだよ。Shannon L. Elder.Common sense is what tells us the earth is flat. Stuart Chase. 地球は
平らだと言ってごらん。それが常識の中身だよ。スチュワート・チェイス。It was not curiosity that killed the goose who laid the golden egg, but an insatiable greed that devoured common sense. E.A. the Canary. 金の卵を産む鶏を殺したのは好奇心ではなかったんだよ。常識を貪り食う貪欲さだったんだよ。E.A. the Canary.Common sense ain't common, Will Rogers. 常識などというものはね、決して普遍じゃないよ、Will Rogers. Common sense is seeing things as they are and doing things as they ought to be.Harriet Beecher Stowe. 常識というのはね、物事をあるがままに見ることだよ。そして、それがあるべきように、それをすることだよ。Harriet Beecher Stowe. Common sense is judgment without reflection shared byan entire class, an entire nation, or the entire human race. ギャン・バティスタ・ビコ。常識などというものはね、考えないで物を判断することだよ。階級の中でも、国の中でも、そして人間の中でもね。ギャン・バティスタ・ビコ。Common sense is part of the homemade ideology of those who have been deprived of fundamental learning of those who have been kept ignorant. John Berger. 常識というのはね、基本的な学力を奪われた人たちが持つ家の中でできたイデオロギーのようなものだよ。つまり、無知な人のままでいるためのね、ジョン・バーガー。Common sense is a collection of prejudices acquired by age 18. Albert Einstein. 常識などというものはね、その人が18歳の時までに持った偏見の塊だよ。アルバート・アインシュタイン。Common sense is a convenient tool with which we can skip our reflection. Hiroshi Hayashi. 常識というのはね、考える力を省くための便利な道具だよ。林博士。まず、皆さんに、アフラマズダーのレリーフを見ていただきます。向かって右側、真剣を表す棒、つまり、尺を持っているのがアフラマズダーです。そのアフラマズダーの足に注意してください。どこかおかしいですね。脚部がですね、そのまま丸くなって終わっています。つまり、私たちが言うですね、足がありません。上は人間が馬にまたがった様子を描いたものです。アブギが描かれています。
そして足があります。しかし、アフラ・マズダーの足には、つまり足がありません。これがアフラ・マズダーの実像ということになります。大切なことは、あるがままにそれを受け入れていくということではないでしょうか。みんな、バビロニアで見つかっている土偶だと思いますけども、やはり足が同じように表現されています。足がありません。大切なことは、まずそこにある事実をあるがままに認め、その上で物事を考えていくということではないでしょうか。同じような像が日本でも作られていました。埴輪です。手の先を見てください。スーッと流れて終わってますね。そして関節がないように見えます。同じような像がエジプトでも作られています。やはり手の先がスーッと流れて終わっています。まあ、こうした像を見たときにですね、こうした像は芸術家のクリエイティブなマインドによって作られたと考えてしまうのはどうかと思います。つまり同じような像が世界中で見つかっているということです。まあ、こうした事実をですね、積み重ねて、その中から合理的な理論を引き出していく。それが大切だと私は考えます。で、足も同じようにスーッと流れて終わっていると考えるのは、ごく自然なことだと思います。手と足は同じように作られているということになります。そして、一番右の埴輪へとそれがつながっています。注意深くご覧ください。そこで少し掘り下げて考えてみます。先ほどのアフラマズダーのレリーフです。向かって右側にいるのがアフラマズダー。そして手に神剣を表す尺を持っています。それで中央にいるのがアルダシール一世王ですね。で、今度はそのアフラマズダーが持っている輪、つまり王権を表すリングに注意してください。リボン付きのリングです。王権リングですね。で、これを渡された王はその土地を支配できるということになります。そのシンボルがこの王権リングということになります。まあ、短冊と言いますか。リボンのようなものがついていたと考えられます。で、これはコスロー2世、ペルシャ帝国最後の王と言われていますけども、中央にそのコスロー2世が彫刻されています。そして、やはり同じように、この場合は向かって右側のアナヒータから王権リングを渡されています。この王権リングに注意してください。大変精緻に彫刻されています。そしてそれと同じリングが長野県の糸尻の考古館にある土器ということになってますけども、土器の最上部に彫られています。全く同じです。和というよりも螺旋形の和ということになります。形も、そして模様も同じです。すなわち、長野県の糸尻の考古館に展示してあるこれは土器ではなく、土偶の一部だということになります。で、この王権リングはどうやら頭の後ろにつけて、まあ飾られたようです。アフラマズダーの頭の後ろを見てください。同じような短冊が後部に流れているのがわかります。つまり、王権リング、リボン付きの王権リングはこのようにして頭の後ろにつけたということですね。そのコンセプトは、右側の井戸人の考古館にあります土器なる土偶のコンセプトと一致します。そして一風変わったローブのようなものを身につけています。そして頭の横にはポコンポコンと髪の毛まで表現されていますが、その手を見ていただきたいと思います。手のひらがなく、やはりくるくるくるっと巻いています。そしてその形は、先ほどお見せしましたアフラマズダーの足と同じです。比較してみてください。いわゆる、脚部はあるんですけども、足の
足がないわけですね。日本語では両方とも足と言いますけども、足がないわけです。つまり、レグはありますけども、フットがないわけです。こうして繋がっていくわけです。つまり、左がアフラ・マズダであるならば、右の、まあ、この土偶もですね、アフラ・マズダの一部と考えるのが自然ということになります。もう一度、この井戸尻考古館にあります像を見てください。このような形になっているんですね。そして手の先を見てください。くるっと巻いています。バビロニアで見つかった像と一致します。これが事実なんですね。そしてもう一度比べていただきます。左がアフラマズダを表したレリーフです。そして右が日本にある井戸尻の考古館にある、まあ、土器、土偶ですね。そして頭の部分もあります。ただし、これは日本では香炉となっていますけども、これは逆さまに置いてあります。そして頭を比較してみてください。顔が一致します。つまり、右の土器なるものは土器ではなくて、二つ、一組の土偶であるということを示します。そしてそれは、まさしく、アフラ・マズダーということになります。繰り返します。日本ではこのように展示してあります。何でもかんでも逆さまに置くのが日本の風習のようです。それはともかくも、これをこのように据え付けてみますと、ちょうど大きさもぴったりと合います。そして、その姿はアフラ・マズダーということになります。そして、その井戸尻考古館にある像と大変よく似た像がエジプトでも見つかっています。ギザ高原でこのようなアーティファクトが見つかっています。異様に大きな目、細い顎、細い首、あるいは生命維持装置のようなものであったかもしれません。で、比較してみますと、作り方、形が大変よく似ているのがわかります。中央に、まあ、鼻、ですよね。額の方は私はマスクであると判断しています。後でこれ紹介しますけども、いわゆる釈迦堂でも同じような、まあ、香炉が見つかっています。香炉なんかではありませんね。その証拠に右のギザ高原で見つかっているこのアーティファクトの横にはこのような謎めいた物体が彫刻されています。もうこれは誰が見ても UFO ですね。今で言う UFO です。つまり、このような形で右のアーティファクトはですね、人間ではない。つまり、エイリアンであるということを示しています。そして一番左が釈迦堂で、に展示してあります。やはり、香炉。ということになりますけども、これは香炉ではありませんね。逆さまにしてみますと、右二つのアーティファクトと、大変よく似ているのがわかります。そして、このように置き直してみますと、それはそのまま右のレリーフのアフラ・マズダーのそれと一致します。つまり、井戸尻考古館に飾られているこの土器なるものはアフラ・マズダーそのものであるということになります。ただ、レリーフなどによれば、はですね、オーバーオールのヘルメットをかぶった像で描かれることが多いです。そして、左は、これは甲府の県立高校博物館に展示してあります像ですけども、やはり髪の毛の表現の仕方などが一致します。そして、頭の後ろには、いわゆる王権リングが表現されています。つまり、古代の神々には手のひらがなかったということになります。同時に足もなかったということになります。これはニムルードに残るレリーフですけども、そのため古代の神々は、例えば歩くときには歩行補助装置を必要としたということになります。これが歩行補助装置です。今赤枠で囲ったのがサンダルです。そしてこの黄色い部分が本来の足ということになります。そして、ふくらはぎの部分は、歩行補助装置ということになります。異様に細い足であったということですね。これ赤い部分が、歩行補助装置。
であったと考えられます。その証拠に、その間には隙間があり、その向こうの衣服がそのまま透けて見えます。この赤枠の部分に注意してください。黄色い部分が本来の足であり、赤い部分が歩行補助装置ということになります。そしてその向こうに衣服の一部が見えています。横線も一致している点に注意してください。つまり、古代の神々はこのような歩行補助装置を必要としたということです。その理由はもうお分かりですね。先ほどお見せしましたように、人間でいうフットそのものがありません。ですから、歩行補助装置を必要としたということになります。この事実をどうか皆さん軽く考えないでください。つまり、古代の神々が何であったかを知る大変重要な手がかりとなる事実です。そしてこれが現在人間が使っている歩行補助装置です。で、アフラ・マズダーの話をしておきたいと思います。これはペルセポリスに残る世界最古のアフラ・マズダーのレリーフです。アフラ・マズダーですけども、これは乗り物なのか、それともアフラ・マズダーの羽なのか判断しかねています。上がホルス、エジプトの神ですけども、ホルスです。下がアフラ・マズダーです。同じコンセプトで作られているのがわかります。船であるにせよ、これ三人乗ってるのも表現されてるんですね。バビロニアで見つかっているレディフにはそういうものあります。ですから、これ全体が船であったのか、それともアフラ・マズダー自身についていた羽なのか判断しかねますけども、ともかくもアフラ・マズダーの下のくるくるっと巻いたのが、私は足のように思います。つまり、それを象徴的にですね、このような形で、今赤丸つけましたけども、表現してあるのではないかと、私、林博士は考えています。ともかくも、少なくとも言えることはですね、アフラ・マズダーは左のような歩行補助装置なくしては、この地球上を歩くことができなかったということになります。あるいはアフラ・マズダーの名を使った古代の神々、いわゆるエイリアンであった可能性もあります。その部分についても判断しかねていますけども、要するに、こうして並べてみていただきますと、異様に細い足が共通性を持って表現されているということですね。そして、その様子が、こうした、レリーフの中にも表現されているということです。この足の部分を注意深くご覧ください。これが皆さん、事実だということですね。そして、同時に、冒頭で言いましたように、私たちの持っている常識をですね、一度ひっくり返して考えてみる必要があるということです。そういった意味で、もう一度この動画を皆さんにご覧いただきました。続いて、三星体のアーティファクトの謎について考えてみます。どうかご覧になってください。Bye for now.
うん。